電気回路の2項目目ですね直流回路2について進めていきたいと思いますまずキルフィホフの法則ですねキルフィホフの法則には第一法則と第二法則がありますまず第一法則なんですけどもこれはですね、接点に流入する電流と接点から流出する電流の値は等しいというふうな規定であります 例えばですね i1i2 がこの接点に流入していますねで i3 と i4 ですね i4 が流出していますでこの接点には i1 プラス i2 が入ってきてイコール出ていくのが i3 プラス i4 というふうにこれはイコールでつながるよということですよね。入ってきた電流は出ていく電流と同じですよということですね。 次に第2法則なんですけれどもこ,のこれはですね回路網内の任意の閉回路について一定の方向で計算した起電力の和はそれと同方向に計算した電圧効果の和に等しいというふうな規定です。一定のの方向というのがミスですよ、ね、でまあこの絵で説明していきますとですね、まあ、このような閉回路をこういったあの、まあ、閉じられた回路を閉回路というふうに言っています。 例えば抵抗 R1 があったらですね電気電力 E1 があって R2 があって気電力 E2 があって R3 それから逆方向になってますねこれはねプラスマイナスが逆になってますね E3 の起電力があるというような回路の場合を考えてみましょう。この閉回路の電流を流れの電流を i とするとですね起電力の和まず起電力の和はですねこういった電池などの和ですので E1 プラス同じ方向だからあいいですよね。プラスイ、e、ツになります。でこちらのイ、e、三はあー逆方向になりますので、えー、マイナスイ、e、三という形になります、えー。起電力のはこうなるわけですよね。えー、この電流の方向はですね、えー、自由に決めて結構なんですけれども、えー、まああの決めた方向と起電力が同じであればプラスイスイ三のように反対の場合はマイナスという表示になります。 次にこの閉回路の電圧効果の和ですけれども電流 i が抵抗 r を流れますので r1i1 ですねここでで次に r2i1 から r3i という計算になります。ということでキルフィホフの第二法則はこの起電力の和は電圧効果の和こちらに等しくなりますということです。 という風なあの法則なんですけども、まあなかなか分かりにくいので実際の問題を見ながらですね進めていきたいと思います。これは過去にですね出た問題をそのまま載せております。このような回路があったときですね、60ボルトの電圧がかかってますとで、まあ、こういった抵抗がありますよと、この4オームの抵抗を流れる電流を求めなさいというのが問題でした。 でえー、ここで、えーまあ、あの着目するのはです、ねえー、閉回路がまあ2つ考えられていますねこの上の方の閉回路から下の方の閉回路がありますということですよね。えー、で一番目にそれぞれの閉回路の電流を III としてですね流れる方向をまあ決め同じにします同じ方向にするわけですね。で例えばこんなふうに流れてますとで上の方の閉回路は I とします。 で下の方も同じ方向にするんですよ。同じ方向に流れていまして、えー、これは I2 というふうにしますということですね。で上をマル1の閉回路、下をマル2の閉回路と呼びます。まあこの場合はそういうふうに呼びますということですね。でこのマル1の閉回路の起電力と電圧効果を求めていくわけですね。えー、まずマル1のここでですね。 帰電力は、あこれは六十ボルトですね。で、このおお電流の流れ方向と一緒なのでプラスでよろしいですよね。プラス六十ボルトは電圧効果が二かけるの I 一ですよね。ここも二かけるの I 一を足していけばいいですよね。で、次四項のところはこの方向に I 一で逆方向に I 二が流れているので、四項の流れの電流は I 一マイナス I 二になりますね。 でこの式を整理しますと 8i1-4i2 という式が成立します。まこれが丸1の式としましょう。で次に丸2の閉回路の起電力と電圧効果を求めていきましょう。2番目はここでこちらになりますのでね。えー、電電源はですね同じく起電力はプラス60ボルトになりますよね。で電流が i2 なのでまず4オームには この方向に i2 で反対方向に i1 が流れているので 4× の i2-i1 になりますよねで次に6オームには i2 が流れていますで2オームにも i2 が流れているのでこのような式になります。でこの式を整理するとですね6 0 v ス4 i 1 1 2 i 2という式が出てくるわけです。でこの1と2の式をですね 連立方程式として解いていくわけですね。えー、まあどっかこう合わせて数字を合わせてですね計算をすればいいわけであってここではこの式をですねこんな形に計算したいと思います。えー、まずマルの式を二で割ってですね二と二乗式と足します。えー、こちらがあのマルの式を二で割ってですね。ちょっと見てみましょうかね。マルイチの式はこれですからこれを二で割ると三十イコール 4i1 マイナスに i2 になりますよね。で30イコール 4i1 マス2倍の i2 で2番目はそのままかけかけますよね。60イコールマイナス 4i1 プラス 12i2 とでこの式を両方足してやればですね。両辺を足してやればいいですよね。とこちらは60かける30なので90になります。で右辺はこの2つがプラスマイナスで相殺されますのでなくなりますよね。 でこちらは −12+10 なので10倍の i になります。ということはここに流れている i という電流は計算すれば9になりますよ、ね、ここは i は9、A、が分かりました。だって次にですねこれを式1でも2でもいいですけどねどちらでもいいですけども i=9 をですね式1に代入してみましょう。 この代入するとですね、60イコール8倍の I1 マイナス4掛ける9なので、60はこの式になります。これを計算しますとですね、I1 は12アンペアになります。計算してくださいね。こんな形になってきます。ということなので問題はですねここの4オームに流れる電流でした。したがって4オームの抵抗に流れる電流は と i が12ですので、ね、12−i の9アンペアで結果3アンペアというのが答えになってきます。次はですねテブナンの定理っいうのをちょっと勉強していきたいと思います。これもですねちょっと定理なのでね覚えてもらうしかないんですけどもどういった定理かというとですね えまずこんな回路は回路網がまあこの中はまあブラックボックスだと思ってたですねだとしましょうねでこの回路網があってですねその出力端子を AB としますここに抵抗 R がつながっていてここに流れ電流が I というふうに規定します。でえこうやって定義書いてますけどね AB 間の電圧 R を切りこの抵抗 R を切り,切り離した時ですね この A、B 間の端子電圧を V とします。これ切り離した場合ですよ R を、えー。要するにこの回路網のまあ開放端子開放した場合の電圧を V とします。えー、次に R ゼロですね。これあのここの A、B からですね回路網この起電力こ、ね、あの短絡ですねショートした場合の、えー、合成抵抗を求めます。この A、B から回路網側をみてですねを R ゼロとするんですね。 で、まあ R、R 抵抗はまああの外部抵抗ですね。でこの計算をした時にですねこの R に流れる電流 i は回路網の中の合成抵抗 R0 プラス求めようとする抵抗の抵抗値を足した分のここの解放した電圧を 割ることによって求めることができるというのがテーブナンの定理です。で、これもなかなかあのこの定理だけではわかりにくいんでですね、過去の問題をやりながらちょっと深めていこうと思います。はい。例えばですね、これ過去の問題出てるんですけれども、数に示す回路において抵抗 R 3ですね。ここですね。この R 3に流れる電流 I は 何アンペアでしょうかというも題で,ですね。ただし電池の内部抵抗は無視するものとします。この R3 ですね。この回路もですね、直流回路の1のところでやったようにですね、ちょっといろいろあの回路の書き直しをしてですね、計算することもできるんですけれども、えー、せっかくなのでですね、テブナンの定理を使ってですね、解いていこうと思います。まず R3 の両端を切り離します。 そしてですねこの残ったこの下の部分ですね R の部分を除いてですねこの下の部分を両端の電圧を求めていこうと思います。いいですね。こちらのこの V をまず求めるんですね。をを切り離してて放端子電圧 v を求めていきますと A, にか A をかけ直すとこんな絵になるわけですね。上の R を解放しました。 そうするとこんんなな回路になっていくんですね。これよく見るとこの13ボルトを中心にですね2つの閉回路があるんですね。でこれわざわざあのえ切、ー、りフ養の法則などを使ってですね難しく得く必要はないですね単純にこの13ボルトがこう流れているだけですからねこの2つの抵抗に13ボルトがかかっているんですよね。ということはですねこの I1 っていうのをすぐ計算できますよね。 I1 は13割る抵抗の2オームですので2分の13になります。そうするとですよこの1オームの間に1オームにかかっているまあ起電力電圧効果ですね電圧降下 V1 は2分の13かける1オームですよねということで V1 イコール2分の13になります。 同様にですね。こっちの方はあこの2オームと1オームに13ボルト掛か,かっているんですよね。そうすると I2 は13割る2プラス1で3で割ればいいですよね。3分の13になります。で同様にしてですね。えこの2オームの電圧効果ですね。えここはあ V2 なんですけども2分のあ失礼しました3分の13かけるこの抵抗2オーム分になりますよね。ということで2分の 36になりますそうするとですよこの AB 間の解放された時の端子電圧は VAB としましょうかね VAB は V2-V1 これ方向逆ですからねマイナスにしてますは計算すると六分の十三になります。V1 V2 から V1 を引いているんですよ6分の13ボルトになります開放電圧は6分の13であることがわかりました次に電圧源を短絡した場合の端子から端子から見た合成抵抗を求めるんですね、えー、と絵を描きますとここに電池がありますよねよろしいですかこう電池があったのをこちらがいいですかねここ開放してここの電池をショート短絡した絵ですよね 短絡すればいいですねそしてこの端子 AB からですねこの下側の合成抵抗を求めるんですね。でこれはこれとこれが平行になってますよねでこちらとこちらがまた平行になってますね。ということはですよ RAB ですねこっから見た合成抵抗はこっちのこっちの並列 抵抵抗抗とこっちのの並列抵抗を足したものになりますよねえね、ー、A から見るとこれとこれが並列でこう一緒になってこれは、まあ、こっち側の2四分1四分も,も並列なんですけどこの間は直列になってますよね。えー、ということなので、えー、左側 1+1 1は 1+1 分の1け1でこっち側が和分の積ですので 2+1 分の2け1でこれ計算していただくと6分の7になります。 でここから手分の定理が使えるわけですね。以上が分かってきたのでこの単子で V とそれから R0 が分かってきましたよね。でその値を代入すると i はテブナの定理から R0R0 プラス R 分の V ということになりますね。でこの計算した値を代入してみましょう。 えとまず R0 ですね R0 はこの RAB ですので6分の7になりますで R はここが1オムですよね条件からですね取材の条件から1オムですので、ね、1オムになりますで V はこの端子間の電圧でしたで先ほど計算して6分の13ですよね、えー、ということなのでこれを計算しますとですね、えー、6分の13割る6分の13ってことになって アアンペとということになります答えは1アンペアが正解になります。ということでですねテーブルナンの定理を使うことによってですね回答を作ることができますということですね。はい以上でこの項目は終了です。